ここにマイカって書いてあるんですけども、スルメイカのことマイカっていうことで、これ2匹入りまして、本来は2枚で840円の定価なんですけども、皆様に夏休みの特別サービスになりたいな。いや本当にぜひちょっとお願いをしたいのは、まあ、皆さん大きなお車で来てますのでちょうどいいんですけども、これ2匹入って840円が600円なんですけども、イカだけでなくてこういうのが今日はお土産で付けますサービス。さらに今日食べていただいているこの海の中の長も、これね一回おつゆに入れて山かけ風で食べる。それから一番最初にわかめを取るのは3月なんですけども、赤泊まりのわかめの一番本当にきれいな色の生のわかめです。それから今日食べてもらっている塩辛と海苔の海苔の海苔と、これはあの食べられないんですけど、あの氷の海苔これやっぱり入れとかなんか安心できます。であの普段は景気のいい良かった時はこれで3000円だったんですね。これで3000円でお願いしとったんですけども、ちょっと佐渡島もかなり悪いですって、あの皆さんから助けていただかないといけない。それで今日はこれはおそらく知らないでしょうね、皆さん丸干しイカって知ってますかね。丸干しイカって知ってる、これ知らないですよね。あの6月、7月に取れるイカが大体15センチぐらいなんですね。このイカを煮て食べると今日の煮物になってこんな小さくなるんですよ。ところがそのまんまこれね、中に綿が入ってる、中に綿が入ってるっていうことは苦いんです。苦いんだけどもこれを食べるともうやまらんのです。これサバの中じゃこれはもう必ずどこのうちの家庭のごちそうにも必ず出るんですけれども、これはお魚と同じように焼いて食べてます。今日はこれ5匹入り、あの定価で買うと500円、603点が500円なんだけど、これはお土産ただです、無料です。これをちょっとサービスに入れました。それから私らちょっとこの海藻がどちらか1個なんですけども、わかめがよかったらこれ今デパート1500円ですからね、1本で 100g 1500円、天然わかめ、または海苔、これでもあるのにもうかき揚げの鉄板なんかもやってもらって、それから今日食べてもらっているアラメ、アラメこれはちょっと高いというかね、硬い、このまま食べられない。どちらか1点、これのうちの1本、あの3個あげると来年全部火が消えてうちもいよいよ終わったかなと言われますけど、あのこのうちの1個ですか、なんかね、まあ、海苔は簡単でしょう、海苔でも何でもいいんですけど、こうやって7つ入りまして、これであの大特価3000円という、あの特別値段になります。あ、本当のおすすめなんで、ぜひお願いしたいなと思います。